こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはワインの生産者とはです。生産者ってよく聞くキーワードですよね。ワインの世界ではワインを作る人全般を指しています。これが例えばドメーヌとかネゴシアンだったりですとか、あるいは単純にワイナリーだったりですとか、ワインメーカーと呼ぶ人がいます。これらのキーワードって、実際はですね、細かく見ていくといろいろ意味合いが違ったりですとか、あるいは国によって呼び方が変わってきます。このあたりなかなか難しいしややこしいですよね。そこで今回はまずは生産者とはどのようなものなのか、さらにどのようなキーワードがあるのか、さらにワイン業界にとって生産者とはどのような存在なのか、ここまでを深掘ってみたいと思います。おそらくあなたのお近くのワインショップに行きまして、ワインのラベルを眺めてみるといろいろなキーワードが並んでいると思います。それらのうちですね、この生産者のことを分かるだけで、およそ 10% は理解が増えると思います。そうでなかったとしても生産者を理解することは、ワインを知る上でも重要なポイントですから、ここも合わせて押さえておきましょう。今回は生産者のテーマって初めてですよね。ですので初めての方でも分かりやすいようにできる限り丁寧に解説をしたいと思います。新しい視聴者の皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界をできる限り分かりやすく解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。また完全に無料で1日1問ソムリエワインエキスパート試験の練習問題が届くメールマガジンもあります。下の概要欄にリンクを貼っておりますので、気になった方は覗いてみてください。それでは今回のテーマはワインの生産者とはです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。それではワインの生産者とはですが、まずはですね、ワインの生産者って何って方も多いと思うんですよね。また生産者というキーワードは結構使っていたとしても、具体的にイメージをしようとするとどういう人なんだよと思ってらっしゃる方は案外多いかもしれません。ワインの生産者は本当に大雑把にざっくりと言うと、ワインを作る側の人のことを全般を指しています。ワインは出来上がりまでに、ブドウを栽培してそれをワインにする、これがセットですよね。これに携わっている人全般というところではないでしょうか。本当にざっくりと分けますと、ワイン作りはブドウ栽培とワイン作り、この2つに分かれています。このうちブドウ栽培はイメージしやすいですよね。春になったら芽が出て、そしてブドウがなって、これを収穫する、あのまんまのイメージです。ではワイン作りはどうでしょうか。収穫したワインを、果汁を絞って、これを発酵させて熟成させて、そして瓶詰めをする、これがワイン作りです。そしてここからがちょっと難しいんですけれども、このですね、ブドウ栽培とワイン作りというのは、2つは分かれてはいるんですけれども、これを組み合わせて使われることが多いです。例えば生産者の形態の中には、ブドウ栽培からワイン作りまでを一貫して行う生産者もいれば、ブドウ栽培とワイン作りは全く別個に分かれている生産者もいます。つまりブドウは農家さんから買い受けてこれをワインにするイメージではないでしょうか。ただしここはデリケートなところではありますから、丁寧に解説をしたいところではありますが、ブドウ栽培だけをしている人も必ずですね、最終的なワイン作りをイメージして栽培をしています。だからブドウ栽培農家さんの中にはですね、自分たちもワイン作りをしているんだ、こういう気概を持ってやってらっしゃる方も多くいらっしゃいます。ですからこのあたりはその方の気持ち次第というところではないでしょうか。ここでは一般論としての生産者、先ほど紹介しましたよね、ブドウ栽培とワイン作りを一貫して行う生産者と、それからブドウは農家さんから買い受けてこれをワインにする生産者、この2つに分けて検討してみたいと思います。それでは1つ目のケースといたしまして、ブドウ栽培からワイン作りまでを一貫して行う生産者を検討してみましょう。このケースはフランスではドメーヌ、イタリアではテヌータと呼ばれることが多いです。またシャトーですとかカステルロなども同じ意味合いで用いられることが多いです。また最近になりますとマイクロネゴシアンというキーワードもありますよね。実際にはこれらのキーワードは、若干意味合いが違ったりですとか例外などもありますから、この辺りはあらかじめご了承ください。これら一つ一つのキーワードを細かく見ていきますと、これは今回の動画だけでは足りませんから、また別の機会にしっかりと解説をしたいと思います。このラベルを見てください。ここにドメーヌと記載がありますよね。ここからこの生産者はドメーヌなんだということがわかります。ドメーヌは領域の意味のドメインから来るとされています。畑を所有してブドウを栽培し、そしてこれをワインにする、こんなイメージではないでしょうか。ただしですね、これは僕は法律が得意なので、ここは結構突っ込みどころが多いんですね。これが本当に所有権なのか、それともですね、案外別の権利かもしれません。さらにこの所有権に関しましても細かく突き詰めていくと、誰の所有なのか、これもですね、案外いい加減なところが多いかもしれません。また仮にですね、所有権であったとしてもですね、じゃあ誰と誰が所有者なのか、
あるいは個人が所有者なのか、それとも会社が所有者なのかでも意味合いは変わってきます。これに関しましてはまた別の機会にしっかりと解説をしたいと思います。当たり前ではありますが、どれだけワイン作りがうまかったとしてもブドウそのものが良くなければ決してですね、美味しいワインはできません。まあ限界はありますよね。だからブドウ栽培は極めて重要ですから、ですからこちらのケースはなんとなく信頼が置けそうですよね。ブドウ栽培からワイン作りまでを行うことによって、個性的で先鋭的なワイン作りが期待できるとも言えます。高級ワインになりますと、これは当たり前ではありますけれども、ボリュームゾーン、つまり凡庸ではダメなんですよね。それぞれに個性だったり芸術性がありますから、このケースに関しましては高級ワインに向いていると言えると思います。ではもう一つのケース、ブドウは農家さんから買い受けてこれをワインにするケースです。ここがですね、誤解が多いところですので、しっかりと丁寧に解説をしたいと思います。このケースはネゴシアンと呼ばれることが多いのですけれども、このネゴシアンのイメージがですね、まちまちなんですよね。ネゴシアンとは一般的にはワインと消費者を結ぶ仲卸人のことを指しますけれども、これにですね、このパターンが含まれるんですね。つまりブドウは農家さんから買い受けてこれをワインにするケースです。同様にですね、出来上がったワインを樽で買ってこれを瓶詰めしてラベルを貼って売り出す人、これもネゴシアンなんですよ。さらに完全にですね、出来上がったワインを A から B に移す方もですね、ネゴシアンと呼ばれていますから、これは誤解のもとですよ。このラベルを見てください。このワインはブシャール・ペーレ・フィスという大手ワイナリーです。エシェゾーという高級ワインですよね。そしてここに小さな文字でスバアエテエミザンブテユパフブシャールペーレフィス、このように記載があります。これは当社がワインにして、そして瓶詰めをしましたよという意味になります。このワインにしてというのは、醸造してですね、熟成をさせたという意味になります。ではもう一つの同じワイナリーブシャールペーレフィスのラベルを見てみましょう。このワインも高級ワインですね。ボンヌーマールというワインです。ここに小さな文字でこのように記載があります。スバアエテレコルテエルベエミザンブテユパフブシャールペーレフィス、このように記載があります。このレコルテは、小さな意味では収穫という意味ではありますが、ワイン業界では、ブドウ畑の所有だったりですとか、それからブドウ栽培までを含んでいます。だからここに大きくドメーヌと記載がありますよね。では先ほどのエシェゾーを思い出してみてください。エシェゾーのラベルにはドメーヌの文字はなかったですよね。つまりですね、何が言いたいかというと、同じワイナリーであったとしても A という畑は持っていたとしても B という畑は持っていない、こういうパターンも多くあるということになります。じゃあブドウ畑を持っていないところはどうするのかというと、これは当たり前ではありますけれども、栽培農家さんから買い受けてこれをワインにするということになります。なので一つのワイナリーだからといってこれを一括りにネゴシアンとかドメーヌと分けることはできないよということになります。これはワインごとに検討するしかないですね。ただし一つの傾向にはなりますが、大手ワイナリーになりますと全てのブドウ畑を所有するというのはこれは結構無茶かもしれません。所有すれば当然管理をしなければいけませんから、これを一つのワイナリーが全てやってのけるというのはかなりの荒技だということになります。そのためこれはイメージしやすいと思いますけれども、例えば日本のコンビニだったりスーパーに並ぶようなワイナリーはほとんどがこちらのケースです。コンビニやスーパーだけではなくて、高級シャンパンであったとしても大手ワイナリーであることが多いですから、この場合にはこちらのケースが多くなります。ここは誤解も多いところなんですけれども、どうしてもですね、今回のこのケースを2つ見比べた場合に、ブドウ栽培からワイン作りまでを一貫して行う生産者の方がなんとなくイメージがいいように感じると思います。高級ワインにドメーヌタイプが多いのはその通りではありますが、近年はですね、じゃあドメーヌだから品質が高くて、ネゴシアンだからそうではないのかというと、そうではありませんから、復元をさせていただきます。ブドウ栽培は何もブドウ畑を所有していなくてもできますし、ブドウ栽培を管理さえできれば所有にはこだわらないという方も多くいらっしゃいます。逆にブドウ畑は所有はしてはいるけれども、ブドウ栽培は完全に人任せというところもありますから、これはワインごとに検討するしかないと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はワインの生産者とはでした。ここまででワインの生産者にはブドウ栽培とワイン作りの2つがあって、それぞれの組み合わせでキーワードがあるんだということがお分かりになったかと思います。でここまで話を聞きますと、どうしてもですね、じゃあブドウ栽培とワイン作りどっちがワインにとって重要なんだよっていう話になりますよね。これに関しましてはですね、壮大なテーマですから、今回だけではとても解説できるものではありません。ですからこれは本当にざっくりとですね、お料理で検討してみましょう。お料理ですと素材の質と料理人の腕がありますけれども、この2つともないとダメですよね。どれだけ素材の質が良かったとしても料理人の腕がダメならお料理は良くないですよ。逆に料理人の腕がどれだけ良かったとしても素材の質がダメなら、これはお料理には限界がありますよね。だからどっちも大事なんだ、これが結論になります。ですがですね、じゃあどっちも大事なんだと終わらせてしまったら、これつまんないですよね。
ここまで見たんだからもう一歩踏み込んでくれよと思うのが、これが人情ですよ。これはワインファンそれぞれになりますけれども、これは個人的な意見になりますが、ブドウ栽培よりもワイン作りの方がワインに与える影響は大きいというのが個人的な意見です。もちろんブドウの質は大事ですよ。これが大前提になります。ただしその上で、時代が進めば進むほど、誰がワインを作ったのか、こちらの方が重要になってくるのはその通りかもしれません。これはまた別の機会にしっかりと解説をしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。